外で飯食いて、ね、久々に。ハードキャリー系をここで押す。言うて韓国。いやー、ありがとうございます。あれ明日？いやー、ありがとうございます。明後日かな。いやでも今ちょっとまだ確証はないんだけど、ちょっとライアットの人にお願いして、ワンチャン UG さんとかも現地行くと思うんですけど、配信できるように。マジですか？兄貴、お願いします。なんか行けそうな気がする。マジですか？最高じゃないですか？お願いします。ライジンさんとか UG さん配信してほしいわ。俺もうマジで見てる、行けるだけで嬉しいから UG さんに配信。ワンチャン。ワンちゃんみんなで。あ、お願いします。枠とかは多分無理だと思うけど、多分配信するとこに行けるんじゃないかなって思う。ちょっと確証はないけど、まあでも確かに UG さんの解説ありきで見たいな。世界大会は全部 UG さんの動画見てるから なんか配信で見てたね、ずっと。そうね、勝手にずっと俺とシャガさんとお坊だけだったらなんかよくわからないところでわーなって終わりそう。さすがにちょっとね、やっぱりこれ構成なんで、これなんでピクシないだこれ、いやわかんないって、ウジなんでこれピクシャのみたいな感じになったじゃん。確かに。え、同じ部屋にウジいんのかな。いやーつって、いや、いるのかな。俺フェイカー見るために双眼鏡買ったよ。マジかよ。どこの席に座るんだろうな。わかんないけど双眼鏡買った。生で。観戦用の双眼鏡買った。私も毛穴見るために望遠鏡持っていこうかな。天体観測用の望遠鏡。天体観測で。フェイカー毛穴。天体観測。普通にそもそも韓国俺初めて行くな。マジで。人生初、俺あんまり海外行ったことないから。辛いもん食える？辛いもん大好きっす。おお、いい。韓国料理大好き。韓国今チーズ、チーズ以外。ダニ、ダニかなんか入ってんじゃなかったっけ？いや、なんか言われたっすわ。トコジラミ？やばいやつね。見てるやばいみたいな。やばいやつみたいな。はい、ベッドバグっていう海外だと結構やばいやつです。1週間かゆすぎて寝れなくなるって言われた。え？マジか。それね、なんかホテルの一部屋で起きると全部移っちゃうから賠償金えぐいらしい。全部払わされる。全部に蔓延するから封鎖しないといけない。なんか特殊な業者呼ばないと消えないから。マジか。いや、俺と泊まるホテル結構いい感じのホテルじゃね？いや、あのね、やばいっす、あそこ。マジか。やばい。いや、俺もう見たっすよ。Google ですぐ調べたっすよ。めっちゃいいとこだった。めっちゃいいとこっす。わあ、もう何個星あんねんってぐらい星ついてた。マジで。逆に怪しいな。何個ついてんの。商品名が長すぎるアマゾンの商品みたいな。かなり怪しい。いやでもかなりいいとこっぽいですね。どうやら。てか相当いいとこっぽい。結構ビップ扱いなのかな。俺めちゃめちゃビップの服着ていきますわ。一番俺がビップみたいな服で行く。一番一番よくわかんないやつ。一人混じってんのに。おかしい。ドフラミンゴみたいな格好で行ったろ。やばいサングラスで。いいね。やばいサングラス。やばいサングラスで。ピンクのモフモフ着てね。土井さん家に行って、ちょっとコーディネート、トータルコーディネートもらっていこう。ああ、てかそっか、お金とかも。え、どうしたらいいの？俺、あんまりマジで海外行ったことないから分かんねえな。カードでしか払えないところもあるらしい。あ、てか、モフさん、俺ら、はい、金使わないんじゃね？そもそもどういうこと？どういうこと？出してもらえんじゃね？ライトが。ああ、なるほどなるほど。ゼータのスタッフ一緒に来るの。ああ、そういうこと。ああ、そうなんすか？うん。だいたいシャガさんいるから。俺いやじゃ。何を何円？十倍じゃなかった。100円するの。まあまあシンプルにそんな感じです。そんぐらい。感じになった気するな。え、じゃあ XQ にもらったこの1000ウォンみたいなやつ、これ100円ってこと？俺1000円もらったと思ってめっちゃ嬉しかったのに。100円かよ。届かなかったんですが、XQ はニューコ見に行くの。ザクセに行くよ。おお、UG うちわ持ってくよ。UG こっち見てっていう、うちわ作っていこうかな、私も。どっちかが姉さんにどっちかが本腰やん。もっといるし、他にもいっぱいいるし。ライサマガールだけじゃねえし。そうだよな。
さすがにな。そうだよな。とか言ってうちらだけだったら。いや、男数名いたから。おお、ソロキル。ソロキル。普通に 寝ないと明日朝から。撮影ですか？撮影ですか。ザカセン撮影。史上最大。俺もだ。マジ？前回超える？前回超える？マジか。マジ楽しみ。楽しみだな。なんと撮影2日間。え、マジで？2日もあんの？えぐ。マジで特等席ください。え、客席？はい。ちょっと。俺の客席嫁の分で終わっちゃったもん。おーい！いやでも50個ぐらい席くれって言ったから俺。ワンちゃん。みんななんか呼んであげようと思って。やった。50個ぐらいくださいって言って通るかわかんないけど。前回入れなかったやつロールじゃなかったっけな俺。そう。先生に。おーです、おーですって言って入れないよって来なよって言ってもらって入り口で警備員さんにあのお坊なんですけどって全然話通ってなくてめっちゃ変な顔全然通ってなくて20分ぐらい確認されてたずっと誰みたいなそう恥ずかったお坊です、お坊で入れるはずなんですけどみたいないやわかるわ気まずかった、わかるってなんやねんいや、私なんかネット昔の名前が乳輪大回転で What? What the fuck? What? え、もう一回言って、なんて？え、乳輪大回転です乳酸はい、乳酸だったの乳輪大回転、マジ終わってるだろう、はい、で、なんかなんやそれ音楽やってる友達がいて、そのライブ呼んでくれたんですよ。はあ、で、なんかでけえとこやったんで、こう入り口がどこだかわかんなくて、で、なんかここかなって思って行ったところで、関係者入り口みたいな。すいません、乳輪大回転であると思うんですけど。やばいだろ。本当に行ったの、えぐ。行った。え、てか、乳輪大回転で撮っちゃったって言われて、入院大回転であると思うんですけどって言ってめっちゃ恥ずかしかったからしかも間違ってて入り口2回言わされたから入院大回転だとであると思うんですけどってやばだからちょっとマジで気持ちわかるなって思っていやわかるなよそんなんで全然俺といや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 どういうことじゃないんだろう一緒にすんなよ入院を共感されるのいや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 